こんにちは、トレサーショーの前田です。今日はですね、よく質問にあるんですが、足がすぐに疲れてしまうんですけどどうしたらいいんですかっていうことに対してね、答えていこうと思います。これに関しては正しいトレーニング法をやらないとすぐ疲れてしまうのが改善できるかっていうのは、ちょっと難しいところがありますので、正しいトレーニング法を知った上で、あ、自分はこれやった方がいいんだなって思う人はぜひこれやってみてください。なので今日のこの動画を見てもらえれば、足がすぐに疲れてしまう人がどういったトレーニングをすればすぐ疲れなくなるのか、もしくはもっともっと、長い時間で高強度のスプリントとかを繰り返したとしても、体が疲れにくくなってくるのかっていうのが分かってくると思います。それでは早速やっていきましょう。まずですね、足がすぐ疲れてしまう人、もう体力が足りないんじゃないかなとか思って、ただ走り込んでしまう人、結構多いと思うんですけど、これは間違っています。走り込みで鍛えられる、持久力っていうものは心肺的な持久力のところが多いわけです。で、心肺的な持久力っていうと、人間ってまず酸素を取り込んで、血液で流して、で血液で流すことによって筋肉に行き渡らせて、体を動かすっていうことになってくるんですけど、まあ、その酸素が例えば多く取り込めないだったりとか、酸素を多く行き渡せられないっていう形になってくると、これは、心肺的にきつくなってくる、ゼーハーして、やばい、酸素もっとっていう形になってくるわけですね。まあ、苦しい状態になってくる。で、それっていうのは血液中にちゃんとこうセンサーがあって、血液今どんくらいの酸素しかないよみたいなのが、脳に伝わると、やっぱもっと吸わなきゃもっと吸わなきゃ、苦しいっていう感じになってくるわけですね。まあ、なので血液中の、酸素濃度ですね、まあ、血中酸素っていうんですよ、血中酸素のところが低くなってきたりすると、人間はもう自動的に、酸素足りないっていう風に感じるようになっています。まあ、じゃないとね、ただの酸素不足に気づけなくて死んでしまうんで、まあ、っていう形になるんですけど、それではなくて、やっぱり足がきつくなってくるっていうのは、それだけじゃなくて、やっぱり筋持久力っていうものが大事だと思います。で、筋持久力っていうものはどうやったら鍛えられるのかって言ったら、これはミトコンドリアなんですね。聞いたことあると思います、皆さん。で、ミトコンドリアって、何かって言ったら、エネルギーを作り出すもの。で、このミトコンドリアっていうものが多くないと、せっかく運んできてもらった酸素だったりとかでエネルギーを多く作れなくなっていきます。またこのミトコンドリアっていうそのエネルギーを作るものにも、その1個だけで大きくエネルギーを作れるものと、1個だけでそんなに多くエネルギーが作れない、まあ優劣が、ね、あるわけですよ、ミトコンドリアの中に。で、この優秀なミトコンドリアを作っていくために何のトレーニングをしたらいいのかっていうところが、大事になってきます。なので、数とミトコンドリアの能力っていうものを高めるためには何をしたらいいのかっていった時に、最近ね、結構有名になってる低酸素トレーニング、まあ高地トレーニングとかもいいんですけど、低酸素系のトレーニングっていうのは少ない酸素の中でエネルギーを作り出さないといけなくなる状況なので、あのミトコンドリアの量も増えるし、ミトコンドリアの、優劣もついてくる。で、優劣がついた中で劣等生の、ミトコンドリアは消されていくっていう風になっているので、まあ、ね、優等生のミトコンドリアが増えて、エネルギーがたくさん作られる。なのでエネルギー不足にならないからこそ足が動くようになる、足がすぐに疲れるっていうことにはならなくなってくるっていうわけです。まあ、なんですけど、じゃあ低酸素系のトレーニングはね、ジムとかに行かないといけないのかって言ったら、別にそういうわけではありません。で、おすすめしたい、トレーニング方法としては、まず1個めちゃくちゃ簡単なやつで言えば、マスクをしてトレーニングします。たまにアマゾンとかで売ってるんですけど、こう低酸素系のトレーニングをしたい人用 のマスクが売ってます。で、そういったマスクをしてもらうと、自動的にね、空気が取り込めなくなってくるので、低酸素系のトレーニングになっていきます。マスクをしてやるときなんですけど、なるべくがっつり有酸素、まあ、だから軽くジョギングというよりは無酸素に近い有酸素系トレーニングっていうものをやった方がいいです。なので、おすすめとしては、ヒートトレーニングですね。ヒートトレーニングだったりとか、あとはタバコトレーニングって言われるものですね。10分15分ダラダラやるというよりは、4分5分のところを、まあ、2セットだったりとか、スパスパッとやった方が、いいですね。それはマスクでも慣れてきた人は、次の段階としてストローを加えるということをやってみてください。で、ストローを口に加えて口呼吸にしてもらうと、物理的に気道、空気が入ってくる穴が少なくなってくるので、もうこれもまたね、空気を入れにくいっていう状況になってきます。で、さっきお伝えした通り、血中酸素っていうものが下がってくると、人間って自動的に苦しいっていう感情が、出るようにインプットされています。まあ、なので、まあ、苦しいってやったら人間って動けなくなるじゃないですか。
だからトレーニング中にそこのリミッターをちょっとぶっ壊してあげるんですよ。もう日頃から苦しい苦しいってなってる状態、血中酸素の濃度が、少ない状態、低い状態のところで、動き続けていると人間って慣れていくんですよ。そう、人間って慣れがあるんですね。まあ、だからこそ山の上のところで暮らしている人だったりとか、酸素濃度が低いところで過ごしている人たちっていうのは、その血中酸素の濃度が低くてもあんまり苦しい苦しいってならないんですよ。その状況を作り出すためになんか高地トレーニングとかっていうものがあるんですけど、まあ、だから何が言いたいかっていうと、その日頃から苦しいトレーニングをするときに、まあ、血中酸素を下げておきましょうねっていう感じです。で、そうなると、まあ、例えば、日頃の血中酸素って、まあ、100% がマックスだとしたら、だいたい100か99ぐらいです。で、普通の人、普通のトレーニングとかしてない人だと、この濃度的に 97% か 96% になったら、もうこれ苦しいんですよ。すごくないですか？血液中の酸素の濃度が 2% か 3% 減るだけで、人間って苦しいって感じるようになるんですよ。まあ、そういう風に作られてるんですけど、でもこれをちゃんとトレーニングやっておくと 94%、93% になったとしてもそこまで苦しくないっていう風になっていきます。ちなみにですけど、普通の人が 94% か 93% まで血中酸素の濃度を、下げたとしたら、もう本当にゲロ吐いちゃうぐらい苦しいですけど、やっぱり、パフォーマンス中だったりとか、もう全力のね運動中っていうのは、やっぱりそこまでは一時的に落ちるぐらいの強度で走っているので、もうその時に苦しい苦しいになって、動きなんかならないように、そういったところでトレーニングをしてもらうといいかなと思います。はい、ということで今日はね、長い時間ジョギングで走り続けられるというよりは、どっちかというと長い時間、高強度のスプリントだったりとか高強度の運動っていうものができるためにはどうしたらいいんですかっていうことに対してのトレーニングのやり方でした。ぜひね、もっと詳しく知りたいって人は LINE の方だったり、あとは YouTube のコメント欄の方に、質問してみてください。